今日は酒川です。懐かしい濃い味アップを出すのは低いんですけども、まあそれでもいいということで、で何をつまみにするかというと湯豆腐です。もうね、温かくなりますからね、こういうもんで寒さを吹き飛ばそうじゃないですか。うまいんですよね、湯豆腐って。子供の頃はあんまり好きじゃなかったんですけどね、年取ったらやっぱこういうの好きになるのかな。はい、ぜひこんな感じなんですけども、これね、春菊です。春菊めちゃくちゃうまいから、もう入れなければどうしようもない、そんな感じです。あとね、えのきだけ、これも好きなんですよね。それでは乾杯します。いただきます。これね、100均のコップなんですよ。便利ですよ、いっぱい入って。乾杯。うまい。なんで突然酒飲むかというと、僕はね、一ヶ月酒飲んで、一ヶ月禁酒するんですよ。だもんで、今日は禁酒明け、めちゃくちゃうまい。飲めない時はね、やっぱ辛いですけど、ノンアルコール飲んで頑張ってます。では湯豆腐飲みましょうか。うん、うまっ。あっ、一味いる？いらない。まあ、もうね、僕はうまさより量を飲みたい方なんで、だからもうほったらかしにしてるととんでもないことになっちゃうんで、1ヶ月飲んだら1ヶ月休むということを実践してます。まあ、おかげで体調はいいんですけども、今日ちょっとさ、考えられさせることがあったんですよね。まあ今日病院だったんですよ。
性検査もしたから3ヶ月待ち、3時間待ちだったんですけども、やっと名前呼ばれて、仲間違いでお待ちくださいって言われて、仲間違いが入って座ろうとしたんですよね。そしたら、あ、高校生の1年生ぐらいかな、男の子が座ってマスクして座ってるんですけど、カバンを自分の本席にバーンと踏み上げて座ってるんですよね。まあねえ、仲間違いで待つ人いっぱいいるから、席は一つでも空いた方がいいんで、こういう子にはちょっと言ってやらないとダメかなと思って、おじさん心は思いもに盛り上がってきたんですけど、よく見たら隣のおばさんも隣の席に、入ってる席にカバン投げ出してスマホをやってるわけなんですよね。おう。なんですよ。だから子供だからどうだとか大人だからどうだとか言ってらんないかなと思って、でもやっぱり道徳ってもんがありますよね。ちょっと考えさせられましたね。注意すべきなのかしちゃダメなのか。うん、うまい。どういうか、ヤオキはヤオキヤオまあ、そんな感じの病院だったんですけど、どっちが正しいんでしょうかね。そんなことしちゃダメだよって言って言ってあげるのも一つの道だし、黙って無視して知らんぷりするのも一つの道だし、ちょっと考えちゃいましたね。まあ、どっちにしろ自分に関しては来週東京で手術を受けます。喉の手術ですけども、今回で4回目になりますね。うん、これで治らなかったらどうしようもないんで
今思えばね、小学校の時にね、占いの本を読んだんですよ。そしたら、何々座とかでしょ、星座の内容、景色が何事は、喉が弱いって言われて、へえって思ったんですよ。全然喉が怖くないじゃんと思ったんですけど、ここに来て、今までの蓄積分が全て来たって感じで、これね、下2回切ってるんで、口の半分よりも下がないんですよ。だから、ドレスも回れないし、こっちのせいで麻痺してますから、こんなガラガラ声になるんですけど、辛いですよ、本当に言うとね。6っていうのは、数字の6が電話では通じじゃないんですよ。6って言っても、はって言われるんですけど、楽になるんだよ、楽。6じゃないんだよ、楽。深い入れるんですか？深い、いらない。あ、そう。なんとかね、こういう、やべえな。直したら、まあ、まあ、なんか道も広がるんじゃないかなと思ってるんですけども、それじゃあね、なかなか他人と意思疎通ができないです。
ぶつけて馬使いましたよ。今日金賞明けだったと思って、これ飲もうと思って。再生数100万いっちゃうよ。私の夏はね、ちょっと旅行に行きたいと思ってたんですよ。まあ嫁さんと一緒にですけども、ちょっとね、旅してみたいなと思うんですけども、
やっぱ春菊がうまいね。さんに海藻が出てしまって変な草がいっぱい生えてるの今。やめてほしいんだろうな。何の草か全然わかんねえ。
3.5 でしょ。その酔っ払わないから量を楽しめるんですよね。ストロングゼロとか飲んだら嬉しいんだけど、でもまあビールでいいかなっていう感じですよね。フェス同士が一緒になるぞ。もうその雑誌は大変なんですからね。もSo, hey, s h
シークワーサー、はい、どうぞ。こぼした。うまい、うまいと思うよ、これ。都会で病院の中に買ってきたんですけどね、うまいと思いますよ、シークワーサー。そうそう、それから仕事を探すこと、うん、まあ、この2つはまず第一条件ですね。まあ、遊んで食わせるわけがないんで、うん、ね、まあ、それはもちろんですけど、何回何回手術してもなんないんだもん。ああ、黙ってできる仕事なら黙って回るよって言われるんですけど、それでもやっぱり打ち合わせとかいろいろありますからね。とはいと言われて聞かれるのも辛いんですよね。今静かな部屋でやってますけど、これは騒がしい職場だったら声なんて聞こえませんからね。だからまあ自分から身を引いたわけなんですけど、何かとね厳しいですよ。医療費も高いし、収入が止まってこないということはこんなにしんどいことなのかなと思ってね。まあまあまあ、こんな顔でね、やってますので、真面目なメッセージとかもしますんでね、また見てくださいね。それではバイバーイ。